よし。で、自動無料延長オン。オン。6、5、4、3、2、1。お？7時のサイレンか、これ。おはようございます。なんかの起動みたいな音がしたな。おはようございます。ん？自営業者にもありません？そうそう。あの、寝てない自慢とか、休めない自慢が、というのは、まあいいや。おはようございます。で、今日ここに泊まってました。昨日の夜か。民宿松風荘さんです。起動音。で、昨日夜配信で夜景とか見ようと思ったのはこっち側なんですね。あ、こっちの、こっち側の方。見づらいな。こうやって海の向こう見えなかったんですよ、完全に。というわけで、そう、泊まれてよかったです。夜景ポジションは、あそこの、あ、じゃあ一応見しましょうかね。それが全然寒くない。ちょっと今着込めるだけ着込んでるけど、途中ですぐ脱がなきゃいかんな、これは。ちょっと自転車ここ置いて、昨日の夜あのホテルの光とかが見えてたのはもうないです。こっちの方です。あ、ええ、ゆっくり寝ました。お世話になりました。はい、はい、海が、ええ、あの昨日こっち来るときにあの夜景が少し見えてたんで、あ、対岸見えるかなと思ったら、うん、ここって輪みたいになってるんですね、うん、そうです。こうやって朝こっちから朝日が出てきて、ああ、それ見ればよかったな。うん、朝綺麗ですよ。あ、今日は寒霞渓登ってからあの関東の方に帰ります。つけて、寒霞が自転車で登るんですか。登ります。よっとよっと。これはなんか切り替えがついたんですか。はい、切り替えが、あ、こんなんまでついたんですか。これ地図です。はい、すごいな。じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございます。それになりました。よっと。でまた明日から仕事です。はい、え、ありがとうございました。よっと。お別れの。面白いイベントっていう感じのは特になかったかな。お世話になりました。今あのカメラの視界に入らないようにいろいろ向けながら。何、今日月曜日でしたっけ。じゃあ行きます。で、これ昨日来た方向に戻ってるんですけどね。昨日の夜あのイートっていうところで夕食食べた後に、おはようございます。おお、あそこが2キロないぐらいでした。ここまで。うどんは昨日食べたのが美味しかったな、本当に。有給休暇、いや、相当残ってるはずですけどね。そう、景色見えなかったのがさっきのとこです。あとは今日寒霞渓登った時に景色、晴れてるかどうかですね。2時までにちょっと無理かも。予選士、あ、今の時間ですね。そういや、坂手湖見てないんだよな。ん、おやすみなさい。あ、寒くないな。あとは感覚系ロープウェイで登ってものすごく時間短縮するという手はあることあるんですけどね。輪行袋に入れて前に乗ったことはある。おはようございます。前来た時には登るのは登ったけど、下りが寒くて風邪ひきそうだったからロープウェイ使って下り輪行したんですよね。網棚。お、ちょっと坂手湖見ていくか。佃煮屋さん。よっと。
うわー、すごい匂いがする。今日までです。これ海苔と佃煮の匂いか。名物の何を、あれ港こっちでいいのかな。え、港どこだ。坂手港。小豆、名物の小豆はあるのかな。小豆作ってんのかな、この島。なんか妙に登るんですけど、またオリーブだ。ん、何時まで、2時3時ぐらいまで島内走ってると思います。いらっしゃいませ。今日感覚で登りきるのにどんだけ時間かかるかな。気のせいか。ここから坂手港が上から見えればいいんだけどな。新幹線は6時か7時ぐらいになるんじゃないかと思ってるんですけど、ちょっとまだちゃんとあのタイムスケジュールが分かってないんで。芸術さん、直島と手島も考えたんですけどね、タイミング的にちょっと難しかったです。うん、全然寒くないんですよ。これか、坂手港の見に行くのはこれでいいや。また下って登ってくるのはめんどくさい。やった。しかし、まあ、でもあの常設展示みたいなのはまだあるみたいなんですよ。さっき松風沢にはここから見えてないか。この小山の向こうか。そろそろもう脱いどこうかな。やった。直島とか常設展示で、しかもその銭湯兼芸術作品みたいなのもあるらしいんで、その実際に入ることができる銭湯の。今日も波ないですね。なんて言ってみたかったんですけど、この坂手港からですね、直島まで直通便が実はあったんですけど、その芸術祭の本拠地の島でも、それは季節限定でした。季節限定で、しかも土日だけでした。じゃあちょっと脱ぎます。結構高校生の通学が、登校していく高校生がよく通りますね。お腹が、あ、そうそう、お腹突っ込み多いですよね。よいしょ。でもそうそうですか。あ、でも確かにちょっと数日寒い中走って少し顔が腫れぼったい感じはするかな。最近、いや特に最近ってわけじゃないですけどね、もともと別に痩せじゃないです。あ、フォトフォーカスありがとうございます。今、あ、そっか、二日酔いもあるのかな。あの 4% 中杯だっけ。気温は今ですね、気温は10度はまだいってないかな、いってるんじゃないかな。10度、今日は40キロも漕がないぐらいですけど、標高はそこそこ登ります。フォトフォーカス、まあ、体重はそんなにめちゃくちゃオーバーしてないけど、
血液状態が良くないですよね。じゃあ戻ります。星屑の村デスクワーカーですね。褒める音。何？星屑の村実験学校っていうのは何ですかね、あれ。坂が、ですね、上りはアベレージで 8% とかそんぐらいじゃないかな。あの 18% とかのひどい坂がある側じゃない方から寒霞渓に登ります。寒霞渓って寒い霞の渓谷の渓と書いて。おはようございます。あ、 GPS と自動無料延長大丈夫です。ありがとうございます。自動無料延長は今日も忘れなかった。あ、ここは昨日電話しておかみさんが島外に出てるから昨日は泊まれないって言われてた宿だ。こんなすぐ近くだったのか。であと今宿の出てきた方向にずっと反対側に行くと24の瞳の、岬の文教場っていう、まあ、あれって映画撮影の場所ってことですよね。原作の中でもここの場所なんだっけがあるんですけど、今の時間やってないだろうし、私昔行ったことあるのでその時もやってなかったですけどね。なので今回スキップです。お料理、昨日の夜はあの夕食はイートっていうあのライダーハウスのオーナーが30分ぐらいかけて押してた店で食べてきました。でもなんかネットに情報があまり上がるのは好きじゃないという感じだったので、家で島外にいるらしいです。昨日今日は今朝パン食べました。麺増量焼きそばパン、焼きそばじゃないお好み焼きパンとあとサンドイッチ。押し入れで寝てないなあ。まあ寝られますけどね。おお、ひとみさんですか。この焼きパン好きなんですよね。あれ結構あのパンじゃないけど、あの周りの生地の部分がもちもちしてるし、そう、上にいた時にもうすっきり晴れてりゃいいんですけどね。山の上まで行った時に、ベイリゾートホテル、の一部はフォーレントになってる。またなんか醤油系の匂いがしてきた。正月は九州に帰るつもりです。もちもち、まあ割と好きですね。あのつきたてのもち米の餅っていうのがまあ最高級なわけですけど、あれ GPS にこれルート入れなかったっけ。まあいいか。コメントお願いします。ちょ、この辺り全部醤油工場ですね。これ温泉街じゃなくて全部醤油関係のお店だったり工場だったり。ひしおの里、そのお土産、あ、そうだった。どこで買えばいいんだっけ。時間的に今の時間やってないの、この辺り。私は醤油豆買って送ろうと決めてたのに、殿商工じゃやってないよな。お土産言ってなかったよな確か。やばい、
どうだろう、都農省の市街地でそういうのやってるかな。こっちまで来ないと買えないってことはないですよね、多分。そう、山様あった。あー、醤油の匂い、醤油の匂い。ターミナルは何もないんですよ。あー、ダッシュで、ありましたね。あそこの前また通ります。あー、醤油の匂い。私は醤油の匂いがする町で育ちましたんで。あ、しかしありがとうございます。あの、自転車旅行の敷居の低さを誇示するための放送です。醤油ソフトは確か甘辛系だったと思います。昔食べた覚えがある。おはようございます。とりあえずなんか、あの、気負わなくても自転車旅行できる的なところを表現したいと思っている放送です。というと、まあ、いろいろ起きて面白いってところですかね。今日は上りは3時間、4時間ぐらい見といた方がいいかな。ということを考えると、あ、マルキン醤油、醤油の匂い、結構あの心の底に染みついてますね。そう、寒くないんですよ今朝。昨日の夜の方がよっぽど寒く感じたな。あ、しかしいらっしゃいませ。普段は仕事、 IT 系の仕事というところまで。ああ、マルキン自転車って、マルキン自転車って何、どういうのを作ってるところだったかな。そう、あれ、昨日食べたいいと思う、今過ぎたっけ。あ、そうか、左手のその奥の方にあったんだ、忘れてた。昨日夕食食べたところは通過してしまったかな。もう、あとなんか途中、昨日変な店を見たような気がするんだけど。結構通りますね。朝の通勤とかの人が多いんじゃないですかね、平日だし。今の人なんかは、あの、こっちに向かって出勤してきてる近所の人でしょうね、多分。ん？関西系。昨日見た店どこだっけ。オリーブ油。そう、エヘムシが。これ昨日、晩酌用のチューハイとか買ったところだ。なんか島内のコンビニが今年に入って全部あのセブンイレブンに置き換わったとかいう話を聞きました。札、あ、この辺りだったかな。なんか気になったところはカーサデサーカ。これは何の店だろう。メガネ工房ってあそこに書いてあるように見える。左側紳士服って書いてあって、そうですかね。おむつ、ん、セブンの前サークル系とかサンクスとかなんかそういうのだったって聞いたような気が。あ、スペインの田舎料理屋さんだ。だけどこっちに書いてあるのはメガネ工房ってやっぱり書いてある。向こうには紳士服って書いてある。まあでも料理屋さんですね、これは。料理屋さん、食事できるところですね。セブンイレブン、カサデサカプレート800円、煮込みハンバーグセット800円。まあお安いですね。ランチタイムサービスドリンク100円、定休日は火水木。
カラスイモクか。結構多いですね。坂の家？あ、カーサでサーカーって書いてあるように見えるんですよ。でってどういう意味だったっけ？ツール・ド・フランスとどうだからオブか。まあ12時からなんですけどね。なんか建物自体上つながってるんですよね。同じ家族の人とかをやってるのかどうかわからないけど。いや、こっちはやってんのかな、本当に。これ店の入り口って感じじゃないですよね。これのれんだけが残ってる感じなのかな。ルイボスティー。長い、ああ、そうですね。でもどうなんだろう、古い建物そのままなんですかね。それとも古っぽく作った新しいやつなのかな。心の紳士。ここもなんかさっきと似たような感じの、やっぱりそういう古い建物をリフォームしてるような感じなんですかね。ここも同じ感じだ。黒っぽい板張りの、ライオンと、どっちから登るんだったっけな。そもそもルート入れてきてなかったっけ。マップ上に表示する。あ、入れてきてる、入れてきてる。ここから左だ。観光客そんなに多いイメージないですけどね。で、これから向こうの方に見えてる山のどっかに登ります。あ、すみません、すみません。どうすんの？ちょっと迷ってますね。上に行った時に空気が澄んでりゃいいんだけど。お、いらっしゃいませ。どこだったっけな？ロープウェイがあるところが。小豆島。そうですよね、名前は。寒くないなあ。メガ村は行かずにスルーしてきました。そこに行く途中にある宿に泊まってたんですけどね。この辺りは結構大きな市街地で、都農省が一番でかいと思ったけど、この辺はあんま変わらないですね。中走ってる感じだと。港的に言うと、都農省が高松とか岡山とかの行き来するとこなんで一番でかいはずなんですけど。何が？それとも島内外の出入りってそんなに多くないんですかね。都農省港の周りの様子考えると、この島のメインの港っていう感じはあまりしないんですよね。佃煮の駅、45年前、私は9年前でした。45年とかだとどんな状態だったのかな。おはようございます。あ、丸中のマークだれ。おとといチキンラーメンカーを都農省の方の店で見た。9年前とあんまり分かんないですね。9年前来た時、実は市街地にはそんなに寄らなかったんで、それ以外のところはあんま変わってない気はします。歌舞伎舞台のところも、まあ
店ができてたり少しできてたりするぐらいであまり変わらなかったし、でなんか向こうから走ってくるのは醤油工場方面に通勤してくる人もいるんじゃないかなと思いますけどね。道広いな。あ、これなんか見たことある。3万ですね。まあでも全島でですよね、3万は。3万は固まって住んでるわけじゃなくて。ここは病院か、宇都宮病院。フードサービス店。大豆、ああそうや、次材料の大豆はどこから持っていくんでしょうね、醤油の材料の。空気、あの日の当たり方もそうですよね。明るくて結構まだ影が長い。大黒さん、あ、外国産かな、大豆が。パチンコ屋さん、この島に来てあまり見てないんですね。ここにあるけど、ラスベガス。さてこの先からか。今日の昼飯考えてなかったけど、確か、まあ、下ってうどん食うっていうのもあるし、ロープウェイの一番上の頂上のところの建物になんかなかったかな、確か。あ、納豆。ああ、まあ確かにそうですね。世界的に見たら島国だもんな、本州でも。あ、やばい、これやばいな。そういや充電するの忘れてた、デジカメの。ちょっとお待ちを。こういう場合はそうですね、今日は昼2時3時ぐらいにはもう島出るつもりですけど、やばい。とりあえず充電ある程度するまでは iPhone で替えにするとして、充電器というか、あのバッテリー持ち歩いてます。昨夜充電してなかった、そういえば。あ、そうか、ケーブルはこっちか。主権者いらっしゃいませ、自転車旅行中です。周辺の島考えたんですけど、今回はちょっとダメでした。船上配信、船の上ですか。船の上電波がっていうのと、あの船の中で大体寝てるから、来年、年末すらもまだ計画してないです。いや、テンション、よっと。待ってください。おはようございます。デジカメの充電 しながら走ります。こっちにつないで、
この USB 充電ができるようになったっていうのはデジカメ的にものすごくでかいですね。そうしたね、点をこれで充電がスタートしない。なんで？え？なんで？ああ、もしかして本当に延長できてなかったか今。泣き面に蜂、泣き面にホーネット。あ、できてた。あ、充電できた、できた。よし。あ、あ、あ、よし。うん。よし、まだ FML 生きてる。これでよし。お待たせしました。よし、行きます。あったのに。とりあえずデジカメのケースに iPhone 入れて、あ、ダメだ、入らない。で、デジカメ今これで充電中。あれ？また充電表示が消えた。あ、これ押してる瞬間だけか。となるとどうすればいいかっていうと、もう一個のバッテリーにつなぐか。このアンカーっていう一番最近買ったモバイルバッテリーはですね、なんか癖が強くて、充電にめっちゃくちゃ時間かかるのと、ある程度以上その充電される側が電力を要求してないと途中で止まってしまう。大丈夫かな。このアンカーのアストロなんとかっていう、なんかその止まろうとする仕組みがやたら働いて、小豆島観光名所、一番の観光名所は今日行くとこです。観光系とっとっと、あー、ケーブル線が、おはようございます。ちょっと、これでよし。これでしばらくデジカメ充電しとけばある程度使えるようになるはず。よし。アンカーはですね、私はその前はパワーポンド使ってて、まあ今も持ってるんですけど、自動でちょっと止まりすぎだと思うんですよね。パワーポンドは3個買って2個が充電受け付けなくなる壊れ方して、もうパワーポンドいいやと思ってアンカーにしたんですけど、これはこれでまた癖が強いな。で、オリーブオイルはオリーブの塩漬けは昨日食べました。意外と美味しい。あれはオリーブって塩漬けだとあんな味なんですね。寒い、いや全然大丈夫です。ほぼ寒くない。で、ここからですね、独立宣言そう、船が動かなかったらどうしようもないからな。ちょっと写真ん？マユッパ、ユキリン派。また起きましたね、延長失敗。関係に登る道はさすがに車今日いないだろう。ん？何で自転車で帰る？今日はフェリーとバスと新幹線使って帰ります。一旦向こうまで行ってからかな。長崎、長崎か、年末か。
九州といっても長崎、福岡あたりは普通に寒いんですよね。宮崎とか鹿児島で若干暖かいかどうかなぐらいで、沖縄に影。大きな大阪何の実況配信、高速実況配信って聞こえたけど、新岡山港は1時間単位でずれていくんで、あのうどん食べて、うどん食べられる時間に殿正港に降りてきたら、15時20分ぐらいに着くんじゃなかったかな、新岡山港。でも多分この分だとそれより1日間後になるんじゃないかと思います。それさっきあの宿のすぐ近くの福田港じゃないや、ん、何、あ、船ちょっと分かんないです。泊まってた宿の近くの坂手港っていうとこからはあの神戸の方に船が出てるんですよ。確かあれは今日とかもやってるんじゃなかったかな。だからいきなり朝一から帰ることもできたはず。どこ登るんだって感じの山ですけどね、正面の寒霞渓の方。だいたいあの岩で岩が露出してるとこばっかりでしてましたね。正面のあそこのどっかに登ります。我ながら信じられんな、道が全然見えないんですよ、登る道が。さてここでもちょっとした、うわ、思ってる人は差が少なかった。ああ、確かに中走ってると島っていう感じがあんまりしないですね。逆走。まあ普段車通りが少ない人だったら、おはようございます。歩道は関係ないですけどね、車道寄りを走ることになってます。戻りたくなりますね、母言うと。いらっしゃいませ。アイシャドウ。また醤油の匂いが、丸鶏醤油。お、ポテパリくん、あ、あれ。ポテパリくんは確か錦、マノさんと一緒に走った錦、錦川鉄道だったっけな、錦川線だっけ、山口県のあそこで見た覚えがあるな、ポテパリくんの自販機。なんか普通にあのポテト菓子みたいなやつが自販機で売られてる。マスク、マスクするとなんか息が苦しくなりそうですよね。これちょっと今日あんまり上りに、上りだと疲れそうな感じがするな、体調が。あ、錦川清流線でしたっけ、お土産に。確か買ったら違うものが出てきたんじゃなかったっけな、あれ。ん、住宅が身柄っぽいんじゃなくて単が絡んでるだけです。ロープに乗り場までだけで4キロあるのか。
札所もあちこちありますね。カーペってなかなかできないんです。絡んでるのが取れないから。あ、おはようございます。うわ、ロープウェイどこだろう。ため池ですね。うわ、早速か。あ、猿が。セブンイレブンが多いですよ。多いってことはないな。でもコンビニは全部今セブンイレブンらしいです。お、トロン温泉だ。どこが？ありがとうございます。いらっしゃいませ。じゃあ、島、そうそう、あの海からすぐ山なんですよね、ここ。紅葉は光の当たり具合もあるんだろうけど、あんまり派手な色の紅葉はないですね、こっちは。早速疲れてきた。もう乗り入ってますね。登りは頑張りはするけど無理しないっていう表現を切り替えます。こっち行こうかな。あれダムか。よいしょ。河原けなげありましたっけ。あれ感覚系だったかな。早めにウィンドブレーカーを脱いどっかな。まあ、汗かき、かき始めてからでいいか。標高600あたりまで一遍登って700か。で、そこからしばらく下った後もう一遍登り返して、で登りが終了。車載動画に。おお、日陰でも今寒くないですね。おはようございます。ありがとうございます。でも寒陰こんだけじっくり登り、まあ、眺めながら登れるし、急勾配も多くないから、こっちから登る方がいいな。 100% だとそうですね。じゃあまた標高100メートルごととかに休憩していこうかな。もう少し早く上がれないの。本当は上がれるんですけど、あ、そうめん食ってないです。一応なんか結構綺麗になってますね。なってるというか昔ここ来てはいないんだけど、いや来たっけ、いや来てないな。そうそう、勾配そうですよね、登ってきた道。やった。おお、
帰りはもう下るだけですね。事故らないように。よっと。もうインドブレーカー抜いとくか。あ、それ電波あるかどうか調べてなかった。共感掛けを登る途中でどっかで切れるかもしれないです。よっと、農道ですかね。これって県道じゃないのかな。真ん中通ってるこの感覚系の道は旅行です。自分がこんなとこにいるっていう認識は私は結構好きなんですよね。この瀬戸内海の中の島の中にいるっていう、特にそれあの民宿とか野宿でもそうですけど、寝てる時にそれ感じますね。よっとそうそう、長子の方に降りていきます。で、寒霞渓のてっぺんよりも実はあの四方差し展望台っていうところの方が高いんですよね。登り返した先なんですけど、前来た時寒霞渓は冬だったから紅葉もなくて、割と景色的には寂しかったんだったかな。天気も悪かったし、なんとか私が9年前来た時にはこの寒霞渓の山のところの上だけ、小豆島にだけ雲がかかってる感じでした。攻撃的ですかね。あ、心霊スポット。そう、島の中なのに。前四方差し登った時には雪が積もってて、であの階段のその横の手すり部分に雪が積もってたから、ああ雪が積もってたんで、それ丸めて1個雪だるま作って、ん、何教えてください。で展望を見て、もういっぺん下ってくるときについでにもう一個小さい雪だるま作ったら、なんか恋人同士が雪だるま作って並べたみたいになって、あれとか思いましたね。血管は私はコレステロールが高い。今回往復の飛行機代と新幹線で合わせて3万ぐらいかな。止まりましたか。おっさんですよ。下手したら初老ですよ。で、今止まってるんですかね。イエス。とか止まってしまってはいないのか。あ、結構綺麗あの辺り。見たのか。あ、トイレ作ってるところかこれ。どれどれ。ああ。うつ。片道の飛行機が優待券もらって半額で済んだんで、
水そんなにないな。このダムなんか作ってる途中っぽいですね。おお。切れ途切れ。通常発信してみるかな。いや、来てる。今来てますよね。リロード。今これは流れてるはず。転送量から言って。おう。今流れてますよね。今確認したら転送量は十分出てる。転送速度は。カフェ、あ、知らないです。今はこういうとこです。でも電波はこの辺り、途切れるとこ多いみたいですね。途中から通常発信にしようかな。うん、出ますね。よし。これがダムです。今ダムの、せき止めてるとこの上です。このダムなんか作りかけみたいで、作りかけっていうかまだ作ってる途中のところがあちこちあります。4あの辺りとかなんか工事、多分あそこに花壇というか、そう、内海ダムですね。え、ロケ地そうなんですか、ここ小豆島だったのか、あれって内の海って読むんですか、これ内の海町、じゃあ内海町じゃなくて、知らなかった。てっきりヨーロッパ系のモチーフだと思ったのに、あれ反対運動。さてこの辺でなんか工事関係の人もあそこにいるみたいだし、引き返すか。向こう側渡って登っていくことは多分できないよな、これ。よっと。ああ、雲、あれ、雲にかかってるのか。あ、実写の魔女宅ってのがあるのか、知らなかった。これ下の方まだ工事してますね。縦断、横断に近いかな、道の方向から言うと。うん、何じゃない。というわけで戻ります。なんかこの辺り福島の藻庭湖とかいうところに少し似てる感じがするかな。おはようございます。あ、ダムからすぐ海が見えてるっていうのも結構他に見たことない気がする。で、さっきそっちの方だと電波なかったみたいなんですよね。これからまた切れるかも。これはデジカメで撮っときたいな。知識、いや、なんかそんな感じに見えないですけどね。海水利用、ちょっとこの辺りかな。あれ、デジカメがもうフル充電表示になってる。なんで、まあいいや、ちょっとしばらく使ってみよう、このまま。さっき10分かそこら前に充電開始したばっかりなのに。デジカメの電池表示インジケーターがフルになってます。多分表示ミスでしょうけどね。
で今流れてないのかもしれないけど、あそこのトイレもまだ作ってる途中です。まだ使えないです。罠使い始めたら多分そうでしょうね。よっと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 、よいしょ、よし。園庭自体はなんか一直線です。全然カーブじゃない。で今まだ繋がってるんですかね。じゃあさっき切れたのは何だったんだ。1億円のそんなあるんですか。あったっけそんなの。終了。あ、イベントありがとうございます。今の1億じゃないと思う。ん、繋がってる。うん、あ、トイレが。ロープウェイどこだ。そもそもまだロープウェイの乗り場にすら届いてない。確か紅葉亭とかいう名前じゃなかったっけな。トイレよ、うん、このダムかなり新しいんじゃないですかね。おそらく9年前なかったと思う。しないと。あれ下ってる。いや、この道自体昔からあるはずです。ふるさと、あの時ですね。お、50メートル先うどん県。違う、こう車両出入り口か。うどん屋さんがあるんじゃないのか。おっとっとっと、よっと。取り付け道路。これなんか古い地図に、あの私が今 GPS なんかに入れてる地図は少し古めのやつで、この道は乗ってます。いらっしゃいませ。だから道はそのままじゃないですかね。それとも私のその入れてる地図にも反映されてるような道なのかな。前来た時にはなかったけどもっていう。紅葉亭じゃなくて紅葉亭か。半角形遊歩道入り口。さっきちょっとだけ下りました。ダムカード、まだ管理事務所らしい建物が見当たらなかったんで、この後じゃないですかね。これはあのこのダムの内の実でしたっけ。内の実ダムっていうのの工事全般今やってるんだと思います。おお、どこ登っていくんだろうこれ。うん、もう9時か。カメラ、何年生、私がですかね。
私は45年生ですが、おはようございます。もうすぐようやく標高100メートル。歩道は今ないですよね、これ、はあ、やっております、はあはあはあ、あ、なんか湯気が出てる、あそこ、ん？煙か、煙たい。ボーナス1億円ん？正月、ん？小豆島の他にどこ行ったのかですかね、今回で。どこにも行ってない。小豆島3日目です。土日月休んで明日から仕事戻ります。そう、 S45 です。わざと分かりにくい方で行ってみた。あ、もうあるんですか。そういうとこ整備するのも重要なんですかね。九州ではなくて関東に戻ります。明日から仕事です。またというと楽な部分やっぱ多いですね。本当に人のスピードも人に合わせる必要ないし、ただ自分より遅い人と走る場合にはその方が楽なんですけどね。ほんの少しでも自分のペースより落ちて走ることになるととてつもなく楽になるんですよね。その分その自分より遅い人に対しては負荷がかかるけど、で韓国っていうのはまた韓国ネタかよ、このレーシストが、はあ、やっぱネットだと韓国中国叩きっていうのは多いですよね、まあ、向こうがこっち嫌ってるっていうのは実際にあるんだろうけども、はあはあ、そういう貶める言い方してもってまあいいや。たった一言それ言われただけで反応することないか、はあ、まあそうですね、まあ楽しめる範囲だったらまだいいんですけどね。本当に精神に関わるような状態だったらやばい。小豆は特産じゃないみたいですけどね。小豆島あったかいです。今日は朝から寒くない。うちはやってないんじゃないかな、2人以上、うん、まあそれだけ楽しいこともあるんですけどね。日差しはまあ太陽上がってきてますけど、そんなに気温は変わらないです。そうそう、影が何が、あざまやだ。そうそう、あ、そうですか。そうそう、あの金曜まではこっちもかなり寒かったらしいんでラッキーでした。ハンドフラットです。お、民家かな。熊に熊鈴とか持ってきてないんですよね。山結構綺麗ですよね。できてもですよね。私もそう思います。寒霞渓の紅葉は色鮮やかじゃないけどかなり紅葉してます。でももう終わりがけかな。
クマ注意ってどっかあったかな。この島はどうなんでしょうね。パクーネとは。カンナムスタイル雪なんだろう。上り坂です。クマこの島いるんですかね。クマ注意っていうのは見たことないような。あ、イノシシ、鹿はたくさん見ました。かなり近くで見た。お辺の制覇は今のところないです。140メートル標高200まで行ったら大休憩しようかな。やっぱこっちから登る方が、まだ全部登ってないから分からんけど、長州県の方から登ってくる18番の坂に比べたらはるかに楽だな。爽やかロード行く虫かい。よっと、鹿そうそう。で、鹿であちこちでその害が問題になってて、で、それを、肉をなんとか活用しようみたいな話もあってっていう話を、ライダーハウスでしたら、害というのは人間側のおごりだみたいなこと言われて、いや、それはわかるけどもって思いました。猿でも、猿で不思議なのはマスター、猿の死骸って見たことないんですよね。ほぼ骨になってるのも見たことない。まあ、それ言ったら鹿もほとんどないけど、猿の死骸とか見かけたらびっくりしますよね。多分人型なわけだから。鹿とかもそうだけど、骨とかどうなってんだろう。あれ、骨落ちてるのとかもほとんど見たことない。あれな、格好はハンター対策っていうのもありますよね。30分なかったけど、ここは香川県です。どうしかしてないです。骨見ないですよね。鹿、ああ。イノシシと、おお、カラスが。でも骨残さないわけにはいかないですよね。なんで骨って残ってないんだろう。新潟県はいけないな、ここからは。おお、ああ、やっぱそうですよね。人間型してる死骸を見たら多分ショック受けるはず。色は大したことないけど、全面的に紅葉してますね。もうちょい前だったら綺麗だったのかな。いいですね。景色的にもやっぱこっちの方がいいな。あ、なくなに。前北海道走ってる時に鹿の足だけが落ちてたことありますけどね。ヒグマがよく出るところらしくて。あ、今なんて、あの北海道のあの林道はヒグマがよく出るということを知らずに走ってしまったからな。あれは危なかった。まあ、一応鈴は持ってったけど、歴史体か。高松ですか。お、ここもなかなか敵ですね。ちょっと空気かすんでるのがもったいない。これはさっき登ってきた、草壁港のあたりかな。ロープウェイ、登り輪行っていうのはありちゃありですけど、今日は多分自力で登れると思います。今標高160です。どっち、この小豆島島内にもいくつか温泉はある、温泉というか、まあ入れるところあるんですけど、島内最安の370円っていうところが昨日通ってきた福田港かどっかのあたりにあるらしい。
それ以外のところはまあ600円とか700円とかレベルらしいですね。プーナ何度アブロか、まだアブロって言い方するんですかね。うわ、なんで今なんで止まった、バッテリー切れか、あ充電解消してなかったか GoPro の方。給電が開始できてなかったのか、それで本体だけでバッテリーで切れたんだ。ちょっと待ちよ、再開して、ん、あ今YouTube 用に撮ってる GoPro っていうビデオカメラの方のバッテリーが切れて、ん、今再してて9時10分11分、1、2、3、4、5、土砂降りの中前走ったことあるんですけどあんまり変わりませんでした、つけててもどっちにしたって荷物濡れるし、あと土砂降りになったらもう関係なくなりますね。サイバーな、あさっきなんかありましたっけ。今のは GoPro の動画とは別にIC レコーダーで音声撮ってて、そう、その音と GoPro の映像の音と、これ本体マイクだととてつもなく音が悪いんで、でその IC レコーダーで撮ってるやつと別々に組み合わせるので、それは同期させるためのカチンコです。でも儀式って言ってることは知ってんじゃないかな、知ってて言ってたんじゃないかな。あ、日が当たると結構綺麗に見えるな。全国、長崎県はまだ自転車で走ってないです。それ以外のところはこまごまちょっとだけでも走ってはいます。10年以上かけてバラバラにですけどね。GoPro 本体マイクはちょっとあまり使えないですね。外部マイクつければ別だけど、長崎はそんなイメージですけど、長崎は五島列島走りたいですね。長崎は出版か、 GoPro の映像だったら腐るほどあるんですけどね、何百時間分になるんだろう、あれだと100時間分は多分行ってるよな。結構綺麗ですよね、こっちから見るとこの色でも。思いますね。え、まだ連休あるんでしたっけ。じゃあその時考えます。年末にしたって私は今のところ福岡から東京の方に戻ってくる便確保しただけです。電波がですか。さっき池があるな。電波調べてきませんでした、そういえば。ないとちょっともったいないですね。眺めはすごいですよ、あそこは。天気次第。部屋？今月末、あ、そういやそうだ。なるときにブレーキのあたりを熱として霧が、
また行く虫会だ。行く虫会ってもしかして私が70年だからフェリー配信はその時に考えます。島だと思って手抜きん、キャベツ、あ、レストランとかでですかね。そういうことはされてないという想定です。寝袋で寝ていらっしゃいます。自分の部屋でですね。お、猿だ、猿の絵だ。そう見せて、見せられないな。いいよっと。今映像来てるんですかね。やばけ、私冬しか行ったことないんで、ん？あ、なんて。今日勇気を取りました。掃除何のことかな。あ、200超えた。池のところで休憩しよう。今のは不動橋って書いてありましたっけ。猿の絵しか見てなかった。あ、イベントありがとうございます。これはラグですね。かなりありますね。1分以上あるかな。やった。一応はある感じですかね。あ、上の方ない。残念。日本屈指の渓谷美。可動橋、どういう字の可動なんだろう。あ、これかな。あの、こう運転。でもロープウェイどこにある。そこそこですよね。でもこれやっぱり終わりがけだから色が褪せてきてるのかな。こっちからはいいですね。前は 18% のそのきつい方から登ったんですけど、こっちの方が景色も良くていいな。さて、標高200登ったので休憩。まあ今日平日ですからね。昨日はまだそこそこ人、あの、マイカーなりなんなり来てたんじゃないですかね、レンタカーとか。紅葉は確か、あの、紅葉チャンネルってあの、WNI のサイトだと、あ、収録。ここの赤いやつももう終わりかけてますね。表面がなんていうか灰色っぽくなってきてる。さて、マフィンでも食べるか。マフィンどっち入れたっけ。こっちか。休憩します。そう、マフィン。ちょっとじゃあヘルメットを脱いで頭を休憩させて。ふぅ、よいしょ。
構そこは汗かいた。このマフィンはあのマフィンですね、5種類買ってきたんですけど、あのくまめ食堂で、実際より山、まあ、あの峠登るの好きですね。ものすごくゆっくりしか登れないけど、あのこういう景色とか、景色だけかな。あとなんか周りが静かで、こういう休憩するときにですね、放送さえやってなければ、あの今上の飛行機の音が聞こえるぐらいなんですよ。でそういうところにいると、なんかものすごく、ものすごくなんていうのかな、心安ら、ま、安らぐというのともちょっと違うけど、なんか満足感を覚えるんですよ。そう、こまめ食堂。峠はあの昼クライムです。あのタイム競うっていう面白さもあって、美容院、中山駅構内にあるんですよね、私の行きつけの美容院は。ドクター、よっと、アングル、そうですかね。人嫌いってわけではないとは自分では思うんですけどね。でも積極的に誰かとぜひ一緒に行こうって言ってるわけじゃないからな。なになになに、あー、この壁についてる分がもったいない。あ、これこれか、ホワイトチョコくるみマフィン。ライダーハウスにいる間に、あのオーナーさん含めて3人で食べたんですけど、1個ずつ朝食、おやつ、おやつ、ん、あ、表面のカリッとしてるの、さすがに2日間袋の中に入れっぱなしだったら表面のカリッってのはなくなってるけど、やっぱ美味しいな。ちなみにそこはあのため池っぽいとこです。 GoPro これだと手で隠れるかな。うまいですね。そう、洋焼き菓子といったら小熊屋洋菓子店、よろしくお願いします。あ、これ小熊屋洋菓子店のお菓子じゃないけど、いいですよね。ホットコーヒーはあの保温ボトルに持ってこれるとよかったんですけどね。今回ホームボトル持ってこなかったんで、多分ため池だと思います。あ、通販どうだっけ、今店頭だけしかやってないじゃないですかね。だけどお茶が切れる。峠、ああ、でもそれあんまりないんですよね。なぜかあの漕いでる間はあの腹痛も収まるんですよ。ロープウェイ乗ったら超楽ができますね。でも一応自分で登るつもり。なるほど。オンラインショップはなんか今ブログの方は休止してるって書いてたと思うんですけど、
私は旅行の時に風邪薬持ち歩くぐらいですね。うん、マフィンもう一個あります。ん、ああ、実店舗がってことかな。おはようございます。ボーナスは Windows タブレット買いたいな。サドルが、いや、私のサドルは太い方ですよ。ん、結構、うん、鳥の鳴き声入ってませんかね。少し聞こえますよ。マイカーっぽい車が通った。ボーナス状態。ボーナス。ん？何が何ですか？反対がひどいんですよね。何の予定？よっと。ん？少し寒くなってきたかな。また登って体温めないと。2人の。iPad、 実はあれ、あの後ですね、あの10日以上経って完全に乾ききって、なんか 元通りになりました。水没したやつ、水没 iPad は液晶がなんか浸水したせいなのかまだら模様になってたんですけど、で、まあ、あの強引に乾かそうと思って一日中あの寝袋の中に入れて加熱させてて、もう全然変化なかったのに、ただ放置しといたら治りました。と気がついたらもうその模様がおかしいところがほぼなくなってきてたんで色1年いや、たまたまだと思いますけどね。会社の同僚は、まあ、iPad じゃなくて iPhone ですけど、さすがに海の中に落としたらもう持たなかったらしいです。すぐ壊れてしまって。乾けば、あ、ほう、おお、趣味どうしようもないですよね。あとこの毛が何の毛なのか気になる。水没は防水ケースに入れてお風呂で使っていたところ、あのその風呂場でちょっと落っことして防水ケースの端っこに穴が開いたのに気づかずに水に沈めたら、見事にあの袋の中まで水が入ってきて、気がついたら iPhone が水に完全に浸かってました。 iPad とか。お、これで動画見たりしてるかな。おお、アニバーサリー特に夢ズバス夜バス、あれは路線バスじゃないよな、あんなんじゃなかったよな。テキストイメージ、ラッピングかな。イメージバスが今高運転の方から来ましたね。あのロープウェイの駅の方から。
私はその前下りリンクをした時にロープウェイで、そのロープウェイの駅からさっきの草壁港って海の方まで4キロぐらい下るのも嫌だったんで、バス使って、路線バスがちょうどその時つながってたんで、路線バスで輪行して下りました。登る時はまだ良かったけど、下る時はもうこれ絶対風邪ひくと思ったんで。真冬の寒霞渓とかめちゃくちゃ寒いですよ。観光、今の観光バスっぽかったですね。ツアーのバスだったのかな。バス、路線バスでガラガラだったら、まあ大体問題なく置かせてもらえることが多いです。まあただダメだった時の保険も考えながらやる必要があるんですよね。臨港バス、新横浜を来てますよ、臨港バス。臨港ネタだといつも私も思ってます。雪積もります。2、3日前にこの寒霞渓雪が降ったらしいんで、上の方行ったら相当寒いと思います。で、ここは前通ったことないとこだな。あ、止まった。少し様子見て、しばらくしてからチェックします。臨行のための登りで行ったら時間短縮できるけど、まあせっかくだから登ってしまおうと思います。別に臨行してもいいんですけどね。でも途中の景色撮りながら登る方が今は優先したいので、 GoPro 映像的にも。あ、ありますね。あ、戻りました。よかった。電波の問題だったら放置しとけばいいから。放置するしかないから。よし、また少しずつ温まってきた。ですね、その分距離が長くなって勾配が緩くなります。いいですよね。標高差まだ3分の1ぐらいしか来てないです。自転車で登るなら、自転車で登るならこっちの方がいいですね。本当に調子系から登ってくるとこんな景色良くないし、寒霞渓のロープウェイのてっぺんのあたりは600か700ぐらいだったはずです。で、その後一旦下って、で、四方座展望台っていうもっと上の方が標高800ぐらい、さあさあまだ大丈夫。あまりというか、短く行かれると登れないです。それは距離稼ぐことによって、それって上から見たら直線と迂回路に見えますけど、勾配考えてください。景色、変わり映えは確かにしないのかもしれないけど、基本的にいい景色なんで好きなんですよね。この手の景色だったらずっと見ててもあんまり退屈しないですね。特に自力で登ってきたっていうスパイスもあるし、
バスとかだったら、ね、寝てしまうだろうけどな。クライマー、いや、クライマーはそれとは別の考えだと思いますけどね。クライマーは自分の限界に挑戦する的なところが強いと思うんですけど、自分に酔ってるって言ってるのは一緒かな。ああ、カイドウの。あれ GPS の地図とずれてきてる。微妙になんか位置がずれてる。だけどフロントいいな。よっと。鳥かな。鳥っぽいな。クレーマー。自分ですから。それ昨日も話ありましたね。昨日もそのネタ話したな。でも地方の方に来たらいろいろ変わったも見られますけどね。みんな、まあ、いいのかっていうニュアンスですね。やった。うわ、崩れてたら、いや、登る途中だったらまだいいんですよ。下ってきて最後に通れなかったりしたら最悪です。過去にそういう目に遭った人もいるので。マトバスター、実はマイカーだ、マイカーだ。雪でありましたね。あれもまあ登りきった後だったからいいけど、下り始めた先だったらきついんですよね。空気、意外と車来るな。単にさっきは朝早かっただけかな。ここまではございます。結構来ますね。有酸素です。有酸素じゃないと持たない、こんなに。
フェリーで、ああそうかも。そうですね。昼はとばすで嬉しくなります。木漏れ日がいいですよね。まだ午前中だ。時間ですかね。まだ平日でも人は来るのか。反対が。チョコレート、オリーブチョコレート。なんだろう。ロープウェイのあのところの店に何か納品して帰ったんですかね。希望。距離的にはどんぐらいだっけ。あと30キロ残ってないぐらいだと思います。今日の予定ルートは。でも今回は距離じゃなくて標高差が問題なんで、今日の宿は家。ミロス島ってギリシャとかの方じゃないんですか。バスは、どうかな。だったらロープウェイ使わないってことは、まあ どちらでもできるか。オリーブ。確か前、あの草壁港の近くのオリーブ資料館じゃないけど、何だったかな、あれ道の駅じゃなくて、オリーブ公園みたいなところがあって、ここでいろいろ展示されてました。昔そのギリシャ方面であのオリーブオイルが作られてた時の工程の説明とか。標高300超えた。高知の有料道路ですか。無料化されてってるってことかな。あと100、まあここで休憩してもいいんですけど、400まで我慢してみようかな。でも足はつく。おー、うん、じゃん。中バス、中国バス、略して中バスって書いてある。この声猿かな。クイークイーっていう感じで言ってるのはいいですよね。ピーナス。そうそう、山登るとこの静けさが好きです。ミロス、おはようございます。猿、下の方でなんか鳴いてるのが聞こえます。 猿じゃないかなと思うんですけどね。あんまり鳥っぽくない。してちょっと足の疲れ方を変えさせる。地下かな。来週はこの標高とこの島にはいないですよね。
まさに片隅もないですね。あ、太郎、凛太郎か。あのフランス人の美術家のあのジャンと一緒にこの寒霞渓の石灰岩に巨大なあの鳩の絵を描いて、で偉業を成し遂げたみたいな終わりになってましたけど、それって観光資源のすごい破壊じゃないですか。お、こっちの方が綺麗。ジャンピエールだったかな、あれは。猿、漫画ですからね。そうそう、昭和なんで、あの旅行してて民家で泊めてもらうなんていうのもありでしたからね。今やったらあの田舎へ泊まろうに便乗したなんか悪したものかと思われたりするんじゃないですかね。でも田舎に泊まろうも私はあれはないよなって思うんですけど。よいしょ。そう、 50% ぐらいしか考えてないです。金曜日なんかもうちょっと比率上がりますけどね。ちょっと少しだけ逆走。いや、最近は自転車乗ってるときは大体配信してますね。まあ近所に行くときぐらいかな。近所に買い物に行くときぐらい。新横浜とか。これでもう半分は来たかな。まだ来てないか。ですよね。初冬だけどまだ空気かすんでる。まあ今日は高いからな。シッティング、今日までです。今日一日有給休暇取ってるだけです。ビアンキは飛行機輪行だとあのマウンテンバイクはエロいことか。少なくとも放送していると他に考える余裕があまりないですね。そのフレーズはいつもでしたっけ。お寺みたいなのがある。あれは札所かな、もしかして。ひどいとこにあるな。横に緑色の屋で白い壁の島はどこでしたかね。まあ分かってもいかないですけどね。お茶切れた。残りは昨日アキチャさんに取ってもらったポカリスエットだったかアクエリアスだったかが1本あります。
お茶うまい。18箇所。私は基本的に神頼みしないという方、あのポリシーなので、シュークリーム昨日食べました。ちょうど配信止まってる時だったけど、自販機はですね、多分ロープウェイの駅、上の駅まで行ってしまえばあると思います。無心論。いや、神頼みしないのと無心論かどうか別じゃないですか。神信じてても神頼みしないっていう、ん？チェックポイント？ピストル大名。ああ、またそこからきつくなってる。止まった。前、あのロープウェイ稼働してるから大丈夫だと思います。あ、上の建物があるな。あれ、ロープウェイの駅かな。ロープウェイがまだ見えない。帰りは、いや、帰りは西側に向かって下ります。下る前にあのもっと高いピークに登らなきゃいけないんですけどね。頭に何か、あ、これやっぱりソーラー電池だったのか。ソーラー施設。あの昨日遠くに、いいですよね、やっぱり遠くに見えてたのは固定のソーラーパネルだったのか。ここにもあのソーラー施設があります。太陽施設が。これって太陽の向きに合わせて動かすなっていう仕組みは取らずに、もう完全に固定でやってるんですね。よいしょ。ジェンガですかね。確かに今回まだ油さってきてなかったな。刺そうかと思ったけど、まあいいやと思って。お、受験さんいらっしゃいませ。今日妙にあったかいです、小豆島は。今音声だけですかね。ん、今ここ写真、あ、ソーラーパネル。昨日あの別荘地から下ってくるときに見かけた、あ、スカイダイビング。やっぱりあの施設はソーラーパネルでした。あちこちにあるんですかね、島の中の。今動いてますか。そういや今日は FMLE が長生きですね。だいたい途中でサーバーエラーになってもう繋がらなくなるのに。フレーム、今どれの話だったっけ。発電どうでしょうね。何年ぐらいで元が取れるのか。あ、そうですか。おお、ちょっと雪の日お疲れ様です。私の声で眠くなってください。あちち、日にずった、ここで当たってると暑いな。風がほぼないです。あ、400なった。仕方がない、休憩するか。
この辺り結構まだ綺麗ですね。仕方がない。おお。ついでにお茶を。に懲役ですね。またペットボトルはこちらへ。この辺りは結構綺麗ですね。寒霞渓まであと半分ないぐらいですね。お茶さんいただいてます。アクエリアス300、アクエリアスでした。入れといて大丈夫かな。まあなんとか。ふう、紅葉。ホットポガリか。そういう飲み方って実際あるんでしたっけ。これペットにも対応できるケージで、ゴム製のあの締めるバンドがあったんですけど、あっという間にあの落ちてなくなるようなバンドだったんで、もうとっくにないです。今これとは別にあのトピックの幅、あの径が変えられる、あの手でネジを緩めて幅を変えられるやつがあって、そう、あれ今マウンテンバイクの方につけてるんですよ。わざわざ付け替えるのめんどくさいんで持ってこなかったですけどね。はあ、ちょっと顔がヒリヒリする。汗かいてどんどん乾いていくときこうなのかな。うん、こういうとき風呂に入るとこのヒリヒリしてるほっぺたとか激痛が走るんですよ私は。なんか知らんけどこの冬場に峠登ったりして汗かくとやたら顔面がヒリヒリする日があって、その後あの風呂に入ると痛くて日焼けっていう感じともちょっと違うんですよね。その後黒くなったりしないし、なぜか皮膚の表面があのヒリヒリし始めて、で風呂に入ったら激痛が走って、でそれからしばらくの間皮膚の表面がガサガサになるんですよ。そりゃあとヒゲが生えないあたりも痛いんですよ。どうなんでしょうね、皮膚の表面がどうかなってると思うんですけど、これもまた明日から仕事に出た後しばらくあの顔が荒れてそうだな。あ、そうそう、ニベアとか効果ありそうな感じです。持ってきてないけど。ああ、よし。標高400で、多分あと300ぐらいでロープウェイの上に着くと思います。化学物質なんでしょうね。ニベア。日焼け止め、今の時期は塗ってないですね。今の時期でもうずっと走ってりゃ焼けるんですけどね。スキンケア。痛いんですよねこれ。前その状態で、あれは和倉温泉だったかな、あの能登半島の七尾の近くにある温泉なんですけど、そこに塩水の温泉があって、そこに浸かった時はもう顔面痛くて死ぬかと思いました。でそこで銭湯入ってたら、数日前にユースで一緒だった車旅行の学生さんたちとなぜか会って、皮膚科、まあ数日間肌がガサガサになるぐらいなんですけどね。これさっきのお寺のとこですね。とりあえず痛くならなければ。アトピー、いやなんかそういう意識はないですけど、あ、やっぱ14番だ、小豆島霊場第14番。なんてひどいとこにあんだ。最高最尊清滝山、最尊ん最尊じゃないから、いや尊だよな。日光どうなんでしょうか。今年一番やっぱ夏休みですかね、北海道青森。ひどい
遍路、ああ、奥入瀬は天気のいい時行きたいですね。あと紅葉の時期もう過ぎたけど、もうちょっと遅ければよかったですね。あれはあとは下っていきたいな。あそこはだらだら登るとそれなりに疲れるので。14番、どうでしょう、寝たかな、違うか。14番清滝さんと言っただけだ今のコメントは。まあそうですけどね。おお、やっぱこの辺りもところどころ紅葉綺麗ですね。ウィンタブはとりあえず ちょっと大きいけど確実に配信できそうなのは富士通の QH55/M ですね。東田湖ので、できれば8インチサイズの方で、あの今言ったのは10インチで、8インチサイズのやつの方を本当は買いたいんですよ。ただそっちだと端子的に充電と配信が両立できるかどうかわからない。ボーナス待たずに買いますよ多分。こんにちは。7万台だったと思います確か。64ギガ内蔵で、でも128にはしたいな。それだと9万円台のはず。64ビット、まあそんなにこだわらないで、最新用だし。点滅始まった。あ、ですか、了解です、ありがとうございます。そしたらあとはもう録画だけしてきます。まあ山の上ですからね、メモリ2ギガでも配信するだけだったら大丈夫だと思いますけどね。その他に何やるかによりますかね。私は旅行先で配信と、あといろんな情報収集、ウェブブラウザさえできればいいと思ってるんで。何が、すいませんか。iOS と Android は、iOS でいいのかな、はあのいろんな自由なツールが組み合わせられないんですよね。 Android は NME があるからかなり配信環境としては整ってますけど、外部カメラ化できないから今のところは。あれはヒヨドリかな、ヒヨドリとは違うかな、あれは。トイレ、さっき掃除されてました。9年以内にできたんですかね。9年前に来た時には気づかなかった。
岡山港から多分バスにそのまま乗ると思います。もうフェリー乗り込むときにリンクでパッキングしといて、アンドロイド内蔵カメラだとヘルメットの上乗せにくいんですよ。で乗せられるぐらい小さいアンドロイド端末だとマシンパワー的にきついのか画質がよろしくなかった。これで、あ、そうなんですか。あ、フェリー飛ばす。ふるさとなんとか。あ、あの上も景色良さそう。あれがつづら折りのとこですね。水。カモメ切符その組み合わせのチケットがですかね。おお、結構違いますね。じゃあ探してみます。ありがとうございます。おお、見えてますかねこの景色。下のダムと草壁湖、空気霞んでる。280円お得なんですね。これ上行ったら港見えないぐらいなんじゃないか。節約。そう、タブレット乗らないので。ん？山のすすめ、あ、それ私見てないんで。あー、霞んでますね。景色は今日は期待できないかな。今日も前来た時はあの島の上に雲かかってて、あの色的にいまいちで。見えてましたかね。今回は天気はいいけど遠くは霞んでしまってるっていう。まあでも四方座島まで登ってしまえば、あの岡山側の北側の景色もあるんで、そっちだったら太陽を背にしてるからまだマシなんじゃないかな。母ですよ。今さら何を。10時過ぎたか。うどんの店が閉まるまであと4時間か。行けるかもしれないな。あとうどん玉が残ってればだけど。空気が澄んでる冬の日とかはまあ寒いだろうけど景色いいだろうな。レンズだけ、あのレンズだけでも結構でかいでしょ。あ、電波が草壁港から10キロ来たか。太陽の丘っていうのが 1.4 キロ先にあるって書いてある。標高差100ぐらい上かな。
電波本当になくなったな。さっきのコメントの情報通り。ああ、まだでも20分ぐらい枠があるから、ところどころ繋がればいいかな。見られないでしょうね、残念ながら。通常配信しとこうかな。それならもう少しだけ持つかもしれない。標高500、エラーな、当たった。まあいいや。速度は、あ、上がらないな。52、電波ダメみたいですね。放置になります。ああ、汗が汗が、うわー、汗かいてる。やっぱりバンダナか手ぬぐいいるな。よっと、申し訳ないです。結構晴れてるのにな。よいしょ。申し訳ない。車来た。
いそこで登ってきてるような音だな。山からか、青い色に見えた。復帰はもうしないじゃないかな。
これはさっきあった太陽の丘か。あとこの道に韓国ブルーラインって名前があるの知らなかった。神殿、ああ太陽の顔やってないっぽいな、この看板の様子だと。なってるな。見ていこうかな。なんか水がザーザー出てる。ポンプまだ動かしてるとは思えないから、高いところから引っ張ってきてるのかな。太陽の丘ピースパーク、ね、ああ読めない、なんとか神社。ああ亡くなってからしばらく経ってる感じか。何も書いてない。なくはないか。あら、まだ来てるのか。延長してしまった。コメントだけ来てます。上り速度 0kbps。
あ、16とか出始めた。あ、やっぱりダメだな。この状態だとあれなので、一旦放送終了します。また数時間後に。というわけで、じゃあお疲れ様でした。よし、さて、通れるか。通れるな。お、ことがあるのか。店舗所があるわけじゃないのか。特に写真撮ることもないかな。あ、上にあるあれが神殿なのかな。Mm-hmm.